美しい国、日本のためにの時間でやります。引き続きまして、北方領土のことについてお話をします。北方領土返還交渉、安倍首相はプーチン大統領と30回も、繰り返したわけなんですが、そのために日本の方はロシアに経済援助をして、平和条約が結ばれるような環境づくりをするということ。これも安倍首相はやられたわけですね。で、プーチン大統領は、安倍首相に会うたんびにですね、もう目の先、目の前に来てると、来週かもしれないというような表現でですね、平和条約が締結され、そして北方領土が返還できるよということをですね、しきりにこう言うわけなんですが、全然進まないんですね。進んでるのは日本のロシアの経済援助ばかりはどんどん進んでですね、肝心の平和条約、北方領土返還は進まないということなんです。で、これはあんまり公には出てないんですが、安倍首相はもう30回交渉を続けられて、プーチン大統領と交渉を続けられて、もう本当にひしひしとお感じになったと思うんですが、私は別に日本の総理大臣じゃありませんが、北方領土を取り返す交渉をプーチン大統領とやると言った時ですね、ところで日米安全保障条約はそのまま維持するんですかと言うとですね、日米安全保障条約は日本の安全の要で、日米同盟は不動だと。だから日米安全保障条約が日本の方から破棄するとか、そういう夢にもそういう考えはないということ。まあ私政治家の方たくさん知ってますから、お話ししましたらですね、皆さんそうおっしゃるし、安倍首相も日米安保をですね、破棄してまでロシアと平和条約を結ぶことはできないというのは、まあ腹にあるわけなんですよ。まああまりこのことは公表されませんでしたが、なぜかと言いますとね、日米安全保障条約を維持したままで平和条約を結んだと、ロシアと平和条約を結んだと、そうするとプーチン大統領は日ソ共同宣言というのがあるんですよ。ソ連の頃ですからね、日ソ共同宣言というのがありまして、日本から鳩山一郎総理大臣やその他いろいろ言ってですね、当時はブルガーニン首相がいて、その間にですね条約が交わされて、国交回復の条約が交わされて、そして平和条約が結ばれたら、サボマイとシコタン2頭ですね、4頭のうちの2頭を返すと書いてあるんです。だからプーチンは、日ソ共同宣言は双方の国で批准された条約だから、これは自分は守ると。だから平和条約が結ばれたら2頭をまず黙ってそちらに返還すると、こういう約束なんですよ。で、安倍首相も無理に残りの二党を請求してると、拉致が開かないんで、まずは平和条約を結びましょうという立場なんですよ。で、この立場は非常に正しくて、日本が敗戦国、ロシア戦勝国ですから、ね、平和条約を結べば、その敗戦国、戦勝国の関係がなくなって、平等の立場になるわけなんですよ。で、平等の立場になったところで、取ったものは返してくださいよ、というのが正しい生き方なんですよ。ところが日本は、さっき言いましたように、北方領土は帰る日、平和の日という概念を植え付けてるんですよ。わかりやすく言ったら、北方領土は帰ってこないのに平和条約なんか結べるかっていう、これなんですよ。だから日本人は割と乗りそうなんですよ。ね。このバックにまあアメリカのプロパガンダがあるということは私知ってるんですが、まあそんなややこしい話は よしましてですね。でとにかく、北方領土は帰らないと、返してくれないと平和条約なんか結ばないっていうのはもう日本のもう国論とか世論になってしまってるわけです。で、安倍首相はそれではダメだと。ね、平和条約を今言ったように先に結ばなきゃいけないっていうんで、この看板を下ろしちゃうわけですよ。ね、で下ろしちゃったんですよ、本当に。2013年看板下げちゃった。それで自主外交、それから自主防衛ということを掲げて、安倍首相は、何年でしたかね、8年7ヶ月でしたか、長きにわたって努力をされたんですが、最後の方はですね、実は安倍首相もちょっと諦め気味なんですね。つまり日米安保を維持している限り、いかなることがあっても北方領土たとえ2島といえども帰ってこないということを悟られたんですね。私はもう最初から分かってるんですが、まあ、一生懸命やられてる人はですね、にとやかくですねケチをつけても始めないんで、まあ自治直権とかいろんなところでは書きましたけどね。どういうことかって言えば、日米安保を日本が維持してると、アメリカ軍は日本の行政管区内の軍事行動の自由を持ってるわけなんですよ。これが日米安保なんですよ。じゃあ船尻と択捉はじゃなくて、歯舞い色丹が帰ってきたらね、日本の領土になったら、アメリカ軍の行動の自由がその2島に及ぶんですよ。
つまりロシアと目と鼻の先にアメリカ軍の軍事行動の自由が保障される。そんなことプーチンが許すと思いますか。プーチンであろうと誰であろうと、そんなことはもう常識的に言ってありえない話ですよね。そしてアメリカが日本の官僚その他いろいろ洗脳してですね、まあ洗脳という言葉が正しくないかもしれませんが、日本の官僚その他エリートはですね、今でも北方領土が帰らなければ平和条約は結ばないというふうに凝り固まってるわけですよ。なんで凝り固まったかというと、やはりこれは洗脳なんですよ。で、宗教と同じで一旦ね、信じてしまうと、それをこのなかなか捨てきれないんですよ。人間っていうのはそういう動物なんですよね。で、それでまあ安倍首相の話になりますが、これではもうどうしようもないねと、30回もプーチン大統領と交渉したけども、やはり日米安保を遵守している限り、ロシアとしては平和条約は結ぶと、で一党たりとも返還しないというんだったら喜んで平和条約を結ぶと言ってるんですよ。しかし日露共同宣言で平和条約が結ばれたら歯舞色丹の2頭を日本に返すと、これ批准されてるわけですが、プーチン大統領は返しますよって言ってんですよ。だけど日米安保がある限り返したくても返せないじゃないですかと。この辺のところはですね、まあ何度も何度もいろんな形で安倍首相はプーチンと話をしたと思うんですが、まあこれは無事だということになったわけです。そうこうしてるとですね、2022年でしたかね、8月の8日でしたか、安倍首相はお亡くなりになりまして、そうするとですね、その翌年の2023年になるとですね、安倍首相が下ろした看板がまた掲げられたわけであります。これ2023年にですね、もう法務省に、総務省の第3ビルだったかな、のビルの壁にこれがまた戻ってきましたよ。ね、安倍首相は平和条約が先だと。でなければ、北方領土は帰ってこない。とこういう信念。まあこれ正しいんですよ。その通りなんですよ。ね。そしてそれに基づいて交渉した後一歩っていうところを言ったんですが、どうしても日米安保というのがですね、ネックになって。だから平和条約は結ぶけども、ロシアが、プーチンが言ってるのは、島は返さないよと。島返したらそこに米軍が来るじゃないかと。その通りなんですよ。ね。うん。島が返ってこないのに平和条約はどう考えても結べませんよ。国民世論。日本の国民世論が。ね。平和条約だけ。北方領土は一頭も返ってこない。これは承認されませんよ。ね。うん。だから、もう諦めるしかなかったんですよ。ね。つまり、平和条約が先だ。ね。北方領土返還はそれに続くもんだという正しい、生き方をしたんですが、うん、残念ながら、また安倍首相が亡くなった後、同じ看板がまた総務省のビルに掲げられた。すなわち、北方領土が帰るまで、日本はロシアと平和条約は結びませんと。いう元の木阿弥で元へ戻ってしまったわけです。ね。で、これで喜んでいるのはアメリカです。ね。もともと、アメリカは日本とロシアの平和条約を結ぶことにはですね、大反対ですから。ね。もう今になってみればなおさらじゃないですか。ロシアはまさに敵国ですから、その敵国とですね、アメリカが最も重要視している同盟関係にある日本が、そのロシアとですね、安倍首相じゃありませんけど、岸田、首相が何度も何度もロシアに行ってプーチン大統領に会ってですね、平和交渉をするなんて、ね、もう許されないことです。アメリカにしてみると。で、岸田首相もそんなこと夢夢を持ってもいませんよ。うん。したがって、北方領土は日本に永久に帰ってきません。ということで、あります。もし帰ってくる可能性があるとするならば、安倍首相の悲願である自主防衛、ね、憲法9条を改正して自主防衛をして、そしてアメリカさんお引き取りくださいと、日米安保は一応廃止しましょうということで、アメリカがいいよと言って乗ってきたら島は帰ってきますよ、ね、果たしてそういうことがありますか。可能性ですからあるかもしれませんが、まあ当面ですね、ありえない話ですね。したがって北方領土の返還はありえないということで、あります。では今日のお話はこの辺で終わりといたします。